会社って僕は3軸あると思ってですね、人の育ち方って。一つはファンクションです。労務とか営業とかそういう機能ですね。二軸目、当然業務ドメインがありますよね。そして国とか地域の違いっていうのがあるわけですよ。今までの日本の会社ってメンバーシップ型雇用だったんで、この辺ちょろちょろちょろっとつまみ食いなんですよ。つまみ食いだと成長しないんですよ。ファイナンスに例えばもう固定してあげれば、その中のこと全部学ぶ時間がありますよね。徹底してできるから。それで例えば A っていう業界ではそうだったけど、じゃあ同じこと B だったらどうなんだろうかと。今海外のファイナンスってもう全然違うんで、そうすると例えば違う国のファイナンスの考え方とかを知れば、あ、なるほど、今世界のファイナンスの潮流はこうなってるんだとか、まさに地の探索なんですよ。